では皆さんこんにちは、エレナだよ。今日は、11月の9日なんですけど、実はもう本当にタイトル見てくれたと思うんですけど、もうバカなことをやってしまいましたね。今年もやっちゃいました。ありがとうございます。2024年の5月の5日にバンクーバーのマラソンを走りたいと思います。知ってる方いらっしゃると思うんですけど、今年2023年ですね、今年の3月にまだ東京にいた頃ね、東京マラソン走ってたんですよ。でちょうど自分の24歳の誕生日の次の日に人生初めてフルマラソンを完走したっていうのがあって、なぜか昨日ね、いきなりなんですけど、なんかマラソンを走ようかなみたいな感じになってて、なんか動画いろいろ見てるのよ、 YouTube でね、寝る前に。でなんか、あ、やっぱなんかマラソン走りたいんだけど、カナダに引っ越してきて一回もマラソン走ることないし、なんか試合とかあるのかどうかもわからないから、まあちょっと調べてみた結果、来年の5月5日にフルマラソンあるから、まあ走ってみようかなと思って、普通にいきなり、マジで髪の毛切ったのもそうだけど、いきなり髪の毛切ったし、いきなりマラソンに参加することになってて、でまあなんかフルマラソン1回完走したんだけど、前回完走した時にまあ時間的には6時間ちょいぐらい、本当に6時間2分みたいな記録だったんだけど、練習もちろんしたわけでも、それが初めて完走したから、まあ全然自分の中では結構いいんじゃないかなと思ったんだけど、自分的に今回ねの調整なんだけど、制限時間確かに6時間なのよ。公式の方では6時間半って書いてあるんだけど、なんか自分申し込んでる時に6時間がリミットで制限時間になってしまうので、だからこの挑戦に挑んでみました。しかも今回のコースは東京マラソンとのコースとちょっと違ってて、多分なんですけど今回のコースはもうちょっと起伏があるっていうか、なんかや坂道多分前回より多いんじゃないのかなと思って、前半にね多分固まってしまってちょっとだけあるのよ。だからそこの挑戦もあるんですけど、なんか悩んで、まあ、10分しか悩んでなかったんだけど、なんか悩んで悩んだ結果、まあ挑戦してみようかなと思って、まあ、前回は多分 3ヶ月か4ヶ月ぐらいの練習時間しかなかったんだけど、多分3ヶ月しかなかったんだよ。今回はしっかり4ヶ月5ヶ月ぐらいの練習時間あるので、もうちょっとね、練習できるんじゃないかなと思って、もちろん仕事は忙しいやけど、もう本当にここに引っ越してきたから、多分動画で、まあ、ちょこちょこ言ってると思うんだけど、ジムは普通に通ってます。ジムって自分のコンドに住んでるんだけど、自分のコンドのところにジムあるから、本当に一周、まあ、少なくとも4は行ってるし、最近では本当に週6、7ぐらい本当にジム行ってますので、だけどマラソンとか控えてないから、走るのもそもそも嫌いだし、だからあまり走ってないのよ。本当に走り始めたのが3日前とか、5分ぐらいしか走ってないというそんくらいなんで、でも筋トレは結構しっかりやってます。最近好きなのが腕立て伏せの100回、毎日やってます。ジム行かない日でも絶対腕立て伏せ100回はやってます。本当にそれはもう何週間ぐらい続いてるのかわからないんだけど、それ以外もウェイトトレーニングはしっかりやってますので、はい、だからまあ基礎はできてるんだけど、でもさすがにもう今日からなんですけど、毎日ランニングの方のねトレーニングもやっていかないとダメなんじゃないかなと思って、だから今日からこの後だから行きます。もう今はもう本当に時間がもう5時なんですけど、午後の5時になってしまったんだけど、頑張って仕事があってもなくてもとりあえず走っていきたいなと思って、まあ、とりあえず今ちょっと冬でもないんだけど、秋冬になるとガチで寒いから、外で走るのも難しいし、ちょっとね雨降るのよ。本当にこの時期だと結構降るし、今日も降ってるので外で走るのは難しいんだけど、そのもちろんコースね、ガチのコースに沿って走りたいんだよ。だけど今じゃなくて、もうちょっと多分春とか2月3月とかねになると本当に
外のコース、ガチのコースで走りたいなと思ってて、今はとりあえずメインはジムでのランニングのトレーニングね、ちゃんとやっていきたいなと思って、せめて毎日1時間ぐらい走りたいんだけど、さすがに体力の問題もあるから、週に5回ぐらい走れたらいいかな、週に5回で1時間ちょいぐらい走れたらいいんだけど、そんなに毎日時間あるわけでもないので、まあできる限りのことはやっていきたいなと思っていまして、で今後も多分前回のマラソンと同じ感じで、まあ1周とかの練習とか、まあアップデートしていけたらいいかなと思って、まあ食事の方はあんまり多分触れられないと思うんだけど、食事はね本当にめっちゃ気にしてるんだけど、取るのが難しいの、私の場合は仕事でちょこちょこつまみ食いみたいな感じで食べてるから全然記録にならないし、まあ、前回は結構プロテインバーとかプロテインパウダーとかを使ってタンパク質をね重視してトレーニングやっていったんだけど、今回はなんかプロテインバーできる限り使いたくないなと思って、普通の食事でなんとかできないのかなと思って、だから頑張っていきたいと思います。そうですね、でも意外と東京マラソン走ったことあるから、今回もなんか挑戦しやすいと言ったら変だけど、言って2分ぐらい早く走らないと時間制限に間に合わないってわけ、しかも2分だと絶対ダメなんだから、せめて自分の中ではね、せめて10分ぐらい早く走らん完走できないとダメだし、今後もゲート締めとかもうしっかり確認しながら走りたいなと思って、でも本当に自信はあります、ガチでこれだけはまだ若いと言っても変だけど自信はあります、もうやる気しかないので今回に関して、しかも最近本当にここに住み始めてから筋トレマジでガチでやってる、本当にこんなにガチで筋トレしたことは本当にないぐらいやってます、これで見せられないと思うんだけど、でもやってますもう今からこの後走りに行くのが結構楽しみにしてるのでね、皆さんの応援もよろしくお願いします。これからもトレーニングとか筋トレ、日々の筋トレとかいろいろの動画とかね上げていきたいと思っていますので、楽しみにしてください。ではですね、今回の動画はここまでです。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。